四ツ谷口千代駅は東京都新宿区四ツ谷1丁目にある東日本両閣鉄道東京地下鉄の駅である。駅の敷地内を草会が走っており、JR 東日本の大部分及び東京メトロ丸の内線の一部は千代田区麹町6丁目に所在している。一部案内では四ツ谷と小さいを用いることがある。丸の内線の隣駅は四ツ谷3丁目。 町名は、四谷、駅前のバス停留所は、四谷駅、四谷駅前で、津が入らない。JR 東日本と東京メトロの2社が乗り入れ、接続駅となっている。東駅付近では、JR 中央線、東京メトロ、丸の内線ともに、ほぼ南北に走っている。経由地の違いから、JR 中央線では、北側が、東京方面、丸の内線では、南側が、 東京方面となっている。廃線急行線、観光線それぞれに島式ホーム一面二線を持つ、地上駅で、京上駅舎を有している。各ホームは、お茶の水駅のような方向別ではなく、線路別となっており、急行線、観光線相互の乗り換えは階段を利用する必要がある。丸の内線建設時に、新宿駅寄りの快速線ホームは65メートル。 観光線ホームは30メートル短縮し、お茶の水駅側に同じ分だけ延伸することで、丸の内線との連絡用階段を設置した。また、御所側の国鉄駅舎は廃止して、英断の駅舎と共同しようとした。ホームの品の町よりは、曲線区間にあり、電車との隙間が広く開いている。主に快速で運用される。 E233 系の車内液晶ディスプレイでも到着時の案内で表示される。中央線は2020年代前半をめどに快速電車に2階建てグリーン車を2両連結させ12両編成運転を行う。そのためホームの12両編成対応の改築工事などが実施される。駅舎改札は2箇所、出入り口は3箇所あり、出入り口は西側が四谷口。 東側が、麹町口、南側が、赤坂口となっている。ホームの中央付近に位置する改札は、改札外コンコースを経て四谷口と麹町口に、繋がり、四谷口には、ビュープラザ、緑の窓口、駅ビル、後レ四谷が立地している。南側の改札内古戦橋には、立ち食いそば店があり、南側の改札と繋がる赤坂口は、 東京メトロ丸の内線のホームと直結している。エスカレーターとエレベーターは、ホーム中央付近の改札内コンコースと、各線ホーム間、4津谷口、麹町口と改札外コンコース間を結んでいる。2011年2月、JR 東日本は、エコステーション事業に取り組むと発表した。その事業第1号が当駅で、赤坂口駅舎の屋上に、 太陽光パネルを敷き詰めて、太陽光発電を行うとともに、ホームの屋根状などを緑化するなど、計17のメニューを導入し、環境に配慮した駅に改良する工事が行われた。2020年6月24日に、JR 東日本は、当駅が、史跡、江戸城外ホリアとの範囲に建築されていることから、同年6月29日より4、四つや、 工事町口改札外コンコースに、江戸城外堀史跡に関する写真やパネルを展示する、広場を開設することを発表した。乗り場発車メロディ1.2番線では、日本電音と、3番線では、サウンドフォーラム、4番線では、サウンドファクトリー制作の発車メロディを使用している。丸の内線と南北線とは、長いエスカレーター及び階段で接続されている。 丸の内線側には赤坂口と JR 線へつながる改札。南北線側には地下鉄側の四谷口及び外堀通りを挟んだ出入り口がある。当駅は新宿駅、つとむ関区四谷地域として近隣の駅を管理している。丸の内線相対式ホーム2面2線を有する高架駅。高架駅ではあるが地形の関係で高台にある。 駅舎部が1階とされており、ホームは地下1階の扱いである。丸の内線の駅の中では、明画谷駅、高楽園駅とともに地上に立地する。ホームには、可動式ホーム柵が設置されている。JR 中央線ホームよりも高いところにあり、その立体交差の部分は、皇居外側の埋め立て地であり、JR の駅が谷底にあったため、後から高架で、 丸の内線の駅が作られた。ホーム全体は半径500メートルの曲線上にあり、さらに新宿方は半径162.716 16メートルの曲線が入っている。ホームを含めた駅全体は新宿方面に向かって下り7パーミルの勾配上にあり、さらに前後は35パーミルの急勾配区間に挟まれている。 赤坂三つ駅四谷三つ間は、戦前に計画、太平洋戦争中に営団が建設に着手しており、国鉄中央線の地下を通す計画であったが、戦局の悪化に伴い中止となっていた。戦後の計画では当駅を地上で通すことで、新宿方面の地下トンネルは、浅い構造となり、建設費用を大幅に節約することにつながった。当駅は、 中央線の上部で工事を行うことから、設計及び工事監督は、国鉄東京工事局に委託した。中央線を横断する部分には、四間18メートル25メートルの公共を5、景観仮設した。第1景観は交渉番桁、タ、第2.3景観は、ラーメン構造桁、タ、第4.5景観は、ゲルバー式番ゲタで構成している。いずれもホームを併設しており、 総計観は108.7メートル。総重量は約700トンである。新宿型は通常の高架橋構造である。赤坂見つけより3両分には屋根がない。両端のすぐ近くにトンネルがあるが、新宿側ホーム橋の頭上は、コンコースや駅前通路でありこの部分はトンネルではなく、その先の本来のトンネルとの間に隙間がある。 1.2番線ホームと1階コンコースとの間には、それぞれエレベーターが設置されている。南北線、島式ホーム1面2線を有する地下駅。フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。乗り場発車メロディ全ホームで、スイッチ制作の発車メロディを使用している。近年の1日平均上工事認水位は、下表の通り。 近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。駅前の、四谷駅及び、四谷駅前停留所に、都営バスと千代田区の、風車が乗り入れている。都営バスの、四谷駅停留所は四津谷口付近に、四谷駅前停留所は、麹町口近くの新宿通り上にある。また、風車の、四谷駅停留所は、都営バスの、 四谷駅前停留所と同一地点にある。すべて都営バスが運行する。路線バスが発着する。出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。